メルコホールディングスデジオン株式会社デジオンは福岡市に拠点を置くソフトハウス。前身はジャストシステムの福岡研究所。1999年にマルチメディアに特化した会社としてスピンオフした。2005年にベンチャーキャピタルのインテルキャピタルジャパンより出資を受ける。2010年に IO データ機器メルコホールディングスと共に 一般社団法人デジタルライフ推進協会を設立。同年7月に IO データ機器の持ち分法適用関連会社となった。2015年にはメルコ h d も持ち分法適用関連会社化しており、これにより両社の関連会社となったが、2019年にメルコ h d の完全子会社となっている。主な事業はマルチメディア、 ホームネットワークに特化したソフト開発で設立当初は PC アプリケーションを主軸としていたが現在はホームネットワーク製品の組み込みソフトも手掛ける。取引企業は国内大手メーカーだけでなく海外メーカーとの取引も行っている。またメルコエ 1D の子会社でることから同社製品のファームウェアやバンドルソフトの提供などが行われている。 1999年1月福岡市沢楽、桃地浜にて設立。2000年6月東京オフィスを渋谷区桜ヶ丘に開設。2003年5月東京オフィスを港区赤坂2丁目に移転。9月ホーム AV ネットワーク国際標準規格策定団体デジタルホームワーキンググループに加盟。2004年1月当社製品。 リクシムソリューションのライセンス販売開始。2005年8月船井電機、ヤフーと資本提携を実施。10月当社製品、リクシムソリューションがディーレネ認証を取得。11月インテルコーポレーションと資本提携の一環として、同社グループインテルキャピタルコーポレーションに転換社債型新株予約券付社債を発行。12月 NTT ドコモと資本提携を実施。 2006年10月当社製品、リクシムが、ヤフーの、ヤフーデジタルホームエンジンに採用。12月アメリカ合衆国カリフォルニア州ンのゼニ、US オフィスを開設。2007年2月ホーム AV ネットワーク、国際標準企画策定団体、ディールネで、各種意思決定、企画策定等を行うプロモーターメンバーに昇格。2008年6月周りに ETOVS 対応の、 pc 用プレイヤーソフトを開発し、kddi に提供。商用サービス、リスモビデオにおける pc ソフトウェアとして、日本で初めて利用開始。12月、kddi の携帯専用アミューズメントボックス、au ボックスに周りに e t o e ES 対応モジュールを提供。2009年7月、dtcp 9月 iPhone 対応サービス16を公開。 スケジュール管理とオンライン独音機能を提供。12月機能拡張版 DTCPIP 対応ネットワークメディアプレイヤーソフトリクシムデジタル TV プラスを発売。2010年2月 IO データ機器及びメルコホールディングスとともに一般社団法人デジタルライフ推進協会を設立。7月 IO データ機器がデジオンの株式を取得し、 同社の出資比率が10.97%から32.38%になり、持ち分法適用関連会社となった。2015年11月メルコ HD がデジオンの株式のうち34%を取得し、持ち分法適用関連会社化。2019年8月簡易株式交換により、メルコ HD の完全子会社となる。 デジタルリビングネットワークアライアンスの幹事企業。リクシムというホームネットワークブランドを持っている。リクシムの中核はリクシム SDK と言われるアプンププロトコルスタックでリクシムブランドのすべての製品はリクシム SDK を使用している。PC アプリケーションとしてリクシムデジタル TV という DTCPIP のクライアントを発売している。DTCP IP クライアントの最初の実装といわれる3代目、ソニー・ルームリンクは、リクシム SDK を使って実装されている。かつては Windows 向けのアプリケーションソフトとして、DVD オーディオ用オーサリングツールを手掛けていた。2004年に PC ソフトウェアとしては初めて、グッドデザイン賞の金賞を受賞している。2001年には、TLS や S、MIME の暗号化に必要な公開鍵証明書を、 無料で発行するフリー化サービスの提供を開始し、いわゆる認証局業務に参入したが、2006年頃にサービスを終了しており、現在は認証局業務から撤退している。ありがとうございます。